今から50年前、軍の研究施設スペースコロニーアークにて、天才科学者プロフェッサージェラルドによって生み出された究極生命体シャドウ。不治の病で療養中のジェラルドの孫娘マリアとまるで兄弟のように暮らしていたが、アークで起きた事故の証拠隠滅のため、マリアとジェラルドは軍に命を奪われ、マリア！シャドウも幽閉されてしまう。50年後、目覚めたシャドウの脳裏に浮かぶのは悲しみと怒りの記憶、そして記憶に残るマリアの最後の言葉が、お願いよシャドウ、いつか必ずあの星に住む全ての人たちに。シャドウを人類抹殺の復讐へと駆り立てた。しかしマリアの本当の願いに気づいたシャドウは、彼女の愛したこの星を救ったのだった。だがシャドウ誕生の裏には秘密があった。邪悪な超生命体ブラックドゥーム、シャドウにはその細胞が使われていたが、ブラックドゥームの地球侵略の先兵としてお前は作られた。その言葉に混乱するシャドウだったが、葛藤の末ブラックドゥームを闇に葬り、その暗い過去と決裂したのだった。シャドウ・ザ・ヘッジホッグ、自らの心の声のみに従い世界を断罪する孤高の黒きハリネズミ、彼にまた新たな試練が待ち受ける。シャドウ、こちらルージュ、聞こえる？シャドウだ、聞こえている。まだオークにいるの？ああ、1時間前にコロニーに到着した。じゃあ急いで、誕生会に間に合わないわよ。すでに伝えた通り、ガンがこのアークに謎の生体反応を検出した。脅威を完全に排除するまで僕は帰らない。食事もあるのよ。ついに見つけたぞ。絶対に逃がさん。お前は、なんだ、ここは。ようこそ、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。見るがよい、我の世界を。この世界に、何をした？約束の時は近い。我らの信仰は、止まりはせん。これは、また会おう、シャドウ。何？あの生体反応はやはり奴だったのか。次は逃がさない。なんだ、これは。これは一体、力が湧いてくる。ドクターの計画を阻止するためにテイルスが作ったフェイクエメラルド。この僕でも2つを見分けるのは難しい。
なんだ、あの力は僕の能力だというのか。普段から自由に使える力ではないようだが、なぜか自然に感じた。何かこの異変と関係があるのか。マリア、いや、彼女がいるはずない。気のせいか。マリア！お願いよ、シャドウ。いつか必ず。マリア。あの星に住む、すべての人たちに。アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。集中を切らす。現実の問題に目を向けろ。幻ではなく。また現れたか。さあついてこい、シャドウ。貴様の目的は何だ。その時が来ればわかる。今はまだ足りていない。ふん、面白い。ならば僕のやり方で聞き出してやる。いいぞシャドウ、我の元にたどり着けるか。とだシャドウ。だがまだだ、まだ足りぬ。足りないとは一体。だ、フーさん、違うんですよ。あ、ごきげんよう、シャドウ。僕たちをいじめないでね。
醜い実験体か。いいだろう。相手をしてやる。醜い実験体め。僕の前から消え去れ。無駄だ。僕に追いつけるものか。相変わらずエネルギーが不安定なようだな。その背中の生命維持装置、破壊させてもらう。お前の行動はもうわかっている。それで僕が倒せると。ふん。少しは学習能力があるようだな。やはり弾けたな。もうお前の弱点はわかっている。呆れた奴だ。まだやるつもりか。どちらが真の究極か。何度でも教えてやろう。無駄なあがきを。すべて打ち返してやる。これが貴様の全力か。僕のカオスコントロールなら造作もない。貴様に返してやる。はぁ？僕こそが究極生命体だ。究極の力はすでに完成している。今だ。背中の生命維持装置を狙うぞ。ふん。また雷撃か。カオススピアで一掃してやる。この攻撃、カオスコントロールを使えば。傑作だ。ブラックドゥ、僕は貴様を一度倒している。またやってやろう。お前は我らを倒したが、ブラックアームズは不滅。この時空以上が我の計画を加速させた。我が破滅の軍勢は蘇ったのだ。姿を現せ。今ここで終わらせてやる。お前はまだ準備ができておらん。それは我らも同じ。その時が来たれば、すべてを清算することになろう。シャドウだよね。僕の友達のカエル君見なかった？シャドウ、また一つ力を得たようだな。ふん、また貴様を倒してやる。この世界は我の思うがままに。ふん、何でもありのようだな。だが、この程度で僕が止められるとでも？シャドウ、お前の進化は素晴らしい。お前の力を示してみせよ。良い仕上がりだ。これで最後にしよう。計画は順調だ。あっ。
マリア。シャドウ。マリア。ありがとう、シャドウ。戦い方、どこで習ったの？アークでの悲劇が起こる前の二人、まさか彼らの運命を変えられるのか。シャドウ、具合悪そうだけど大丈夫？大丈夫だ、心配ない。安全な場所に避難、僕が何とかする。倒すことはできない、偽物のハリネズミめ。俺は真のソニックになったのだ。真の究極生命体だ。真の究極生命体？ふん、笑わせる。瓦礫と一緒にお前も片付けてやろう。この俺にカオスコントロールは通用しない。貫かれるがいい。ちょこまかと目障りな。何度でも俺は蘇る。回復の隙は与えない。これで終わりだ。この不安定な足場でいつまで俺の攻撃に耐えられるか見物だな。めでたいやつだ。この程度で僕の動きを封じたつもりか。大口を叩いた割には大したことないな。消えろ。俺は万物の王だ。誰も俺を倒すことなどできない。貴様にもソニックにも。偽物などにこの俺が負けるわけがない。はあ。その程度ではあいつには到底及ばないな。あのシンボルに何かつながりを感じる。僕の新しい能力と似た感覚を。ブラックドームの力じゃ。おじい様、わしはあれとファウスト的な取引をした。シャドウを生むためにその罪を償う時が来たのかもしれん。僕の力、あのシンボル、全てつながっていた。マリアの病気は地球では治せんかった。だがアークでなら病状を抑えられる。家族が嫌がったとしてもな。究極生命体の開発に着手した。マリアの治療法を見つけるために。だが実験は限界に達していたんじゃ。あの異星人の将軍がわしに接触してきた時、カオスコントロールの奇跡を見せられ、わしは受け入れた。やつの DNA で究極生命体が生まれたのじゃ。ブラックドームは完璧な戦士を作れと言った。お前の能力は全てやつの創造物の一部。お前たちは血でつながっとるんじゃ。お前が強くなればやつも。奴はお前の心を支配し、最終兵器に仕上げ、あるいはお前の体を奪い、生まれ変わるつもりじゃ。僕を究極生命体にしたのはあなただ、プロフェッサー。愚かなブラックドゥームよ。
僕はこのパワーを自分の力として使う。探したぜ、シャドウ。青いハリネズミが、よりにもよって。お前が持ってるんだろう。僕の仕事が終わるまで待っていろ。悪いな、俺とそのカオスエメラルドは化け物とデートなんだ。デート？きっと死ぬほど楽しいんだろうな。勝負だったが俺の勝ちだ。エメラルドはもらっていくぜ。まったな。やっとあんたを見つけたと思ったらソニックにやられちゃったの？何があったのよ。対等な条件で倒さなければ意味がない。あんたが正々堂々なのは勝手だけど、カオスエメラルド取られて何言ってんのよ。いや、やつが持ってるのはフェイクだ。後で本物とすり替える。僕のミッションが終わってからな。あら、やるじゃない。あんたも立派な宝石泥棒ね、シャドウ。これは何だ。何かの封印。なんだ、また忘れちゃったのかい。君にはとても世話になったんだよ、シャドウ。君を倒して僕の時空を取り戻させてもらうよ。僕はメフィレス。闇のメフィレス。覚えていないが、貴様は気に入らない。影に入れるのが貴様だけだと思うなよ。歓迎するよ、シャドウ。楽しい鬼ごっこの時間と行こうじゃないか。が、闇に沈め。踊れ、我がしもべたち。切り刻まれろ。絶望の刃を味わうがいい。闇雲に攻撃するだけでは拉致が開かないな。終わりのない舞台の幕開けだ。
いくら数が増えようと、まとめて封印するまでだ。おいおい、ひどいじゃないか、シャドウ。同じ手が僕に通用すると思ったかい？無様に命乞いをすれば、命だけは取らないでおいてやろう。ふん、僕がそんなことをすると思うか。残念だよ、シャドウ。実に残念だ。嫌だ。僕は今度こそ。はあ、貴様に未来はない。永遠にだ。そうだ、戦士だ。貴様を滅ぼすためのな。以前の出会いで我は学んだ。もう同じ過ちは犯さぬ。せいぜい抗うがよい。お前は我のものになるのだからな。プロフェッサー、以前の出会いで学んだというのは一体どういう意味なんだ？察するに、お前は未来で奴を倒したんじゃろう。やが奴は新たな体を手に入れ、この時間以上利用し復讐の計画を進めとるのじゃ。奇遇だな。僕も同じ過ちを犯すつもりはない。今度こそ根絶やしにしてやる。シャドウ、ダメ。マリア、怒りに満ちたあなたを見ると心が痛むの。こんなのシャドウじゃない。なぜシャドウと名付けたかわかる？闇はただ暗いだけ、光も何もない。でも影は光が指す方向を教えてくれる。わかるでしょ？あなたには暗闇に染まってほしくないの。幸せになってほしいのよ。平和な光で心を満たしてほしいの。
こそ我とお前は心、体、魂ともに完璧な存在となるのだ。行ってくる。このような運命を歩ませてすまない。じゃあわしはお前を誇りに思っとる。信じておるぞ、シャドウ。シャドウ。大丈夫だ、マリア。もう怒りに身を任せたりはしない。でも僕は戦う。君の願いを叶えるために、全ての人に幸せになるチャンスを与えるために。僕は進む。この力で。シャドウよ、ついにこの時が来たな。そうだな、貴様との因縁もここまでだ。こそ一つになる時だ。さあ、我が元に戻るのだ。同じことを何度も言わせるな。食らうがよい。数で押せばいけるとでも、馬鹿にされたものだな。この僕が貴様などに遅れを取るとでも思ったか。これならどうかな。お前の力、侮っていたようだ。少々本気を出すとしよう。少々か。ふん、その言葉、後悔させてやる。このままでは面倒だな。これでどうだ。足場を吹き飛ばすだと。ふん、面白い。ここまで抗うとは見事だ、シャドウ。やはりお前は我が一族の主なのだ。見よ、この素晴らしい力を。僕の趣味じゃないな。今度こそ終わらせてやる。身を委ねよ。いい子だ。こんなもので僕を捕まえられると思うな。はあ、これで終わりだ。存分に抗うがいい。無駄な抵抗はよせ。我々は生まれ変わるのだ。カオスコントロール。未来を歩むことは許さぬ、シャドウ。欲望にとらわれ続けろ。僕は止まらない。
え？こんなもの無駄だ。想像以上だ。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。これは僕自身が選んだ道だ。これで終わらせる。はぁ、うん、我から生まれたお前が我を超越するというのか。バッチリよ。ソニックは今私たちをここに閉じ込めた化け物と戦うとこ。こっそり本物のカオスエメラルドとすり替えるんなら今やるしかないわ。いいだろう、なら任せる。分かったわ、私がやる。あんた来ないの？助けがいるかもよ。その前にやるべきことがある。ま、いいけど。シャドウ、やったわね、シャドウ。マリア。大丈夫、大丈夫よ。プロフェッサー、これは一体。ブラックドームが消え、時間以上は回復しつつある。わしらも元の時間軸に戻るんじゃろう。ルージを連れ戻す。カオスコントロールで時を止めて、それからシャドウ、いいの。この時の止まった世界に囚われたくない。それよりこっちのみんなを助けてあげて。君はこれから何が起こるか知らないんだ。また会えるわ。運命が私たちを引き裂いても、いつだって心の中に。マリア。待ってくれ。